ゆきいろなつみ役、篠原涼子さんです。よろしくお願いします。皆さんがこれまで積み上げてきた、まあ、特に篠原さん、まあ多分10年ぐらいあると思うんですけど、なんか俺がすまれなくグッときちゃって思いのある作品なんで、なんかこうすごくプレッシャーあったんですけど、多分今までの作品で一番やばかったっすね。特捜部長役の吉田鋼太郎さんです。よろしくお願いします。どこに行くんだ。調べたいこと、確かめたいことがあるんです。また単独行動か、ユギラ。非合法な捜査方法で入手した証拠は役に立たないんだぞ。あのね、対馬はね、冤罪だと言ってるんです。あの監視カメラの映像を作ってる場所があるらしいんです。どういうことだ。そこに確かめてみます。おい、魔性の女だよ。本当だよ。なんでよ。かっこいいかっちゃう。確かに似てくんだよ。ミオ役の向井地美穂さんです。よろしくお願いします。フリースピードで一回どういうの。はい、はい、お願いします。よー、はい。やってみよっかな。びっくりですよ。下上がってった、見た、バーンできた、裏切れた、もう一回バシャ、そう、オッケー、バシャ、うわー、えい、できたよ。そうね、ある種非人間的な背景というかね、その中の生き方というものが彼の中にあったんでしょうけど、その中にこう一つそうじゃないちょっと人間的な感情というのが行動原理としてうまく表現できればいいかなと思いますけどね。ロングコート着て喋っている姿が本当に僕も知っている幸平さんだったから嬉しかったですね。でも本当にそうじゃない時はもうすごい優しい方なんで、子供のように扱ってます。できそうな刑事っていうのをやったことなくて、結構最初インする時はあのトラメガっていうんですか、これで犯人を説得するみたいな時がオープニングだったんですけど、僕のインだったと思うんですけど、緊張した覚えありますね。この映画やる前に一度全部見直したんですけど、昔以上になんか見た時以上になんか切なく感じる。エータがなんかこう死んでから回想っていうかビデオが残ってて、篠原涼子ちゃんのあの笑顔、もうあれが焼き付いてね、もう離れたくないね、ちょっとね、うん、また早く会いたい、うん、すごくクールでかっこいい女性像、男にも負けない強い人間といいますか、そういうものを演じるのにもすごく魂が入ってる方で、かっこいいなって男でも思えるので、とにかく振り幅の広い方だなと思いましたし、プライベートですと本当にすんなりこう受け入れてくださって、すごく優しい一面もあって、本当になんか素敵な方だなと思いますので、今回ご一緒できて嬉しいです。10年前は私小学校2年生ぐらいだったんですけど、やっぱりアンフェアシリーズがなかったら今の私もないなって思うぐらい、本当に私にとっても大事な作品なので、最後にこうしてまた関わることができて本当に嬉しかったです。10年間の思いを込めて大切に作りました。ぜひ皆さんに楽しんで見ていただけたらと思います。
アンフェア、ついに完結。本当に幸せな10年間でした。今ここにいるのに。ユキガのかっこよさですかね。こうなるかと。アンフェア、ジ・エンド。すごいことになってます。